君のこと待ってたんだよ。ほん。毎度お世話になっております、見習い気功師のよしひこです。見つめてないと実況プレイ、今回もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、さあ、やっていきましょうかね。まずは情報から。なんか戦争イベントってウィークリートピックスとカレンダーから確認できるみたいなことをさ聞いたんだけど、戦争って書いてあんのかな、この旗が。そう、あ、でも2つあんな。直近では起きないってことかな。ウィークリートピックスは戦争の兆し。あ、これじゃない、第二次派兵来月5日に決定って書いてある。26日来月初旬に予定されていた第2次ダナン派兵が正式日程として来月5日に決定したことが明らかになった。確定的に明らかになった。なお今回の派兵は第1から第8大隊までを動員し、前回の4倍の兵力になる模様。5日か、5月5日ってことで OK？ 5月5日って祝日かな、休みの日ではない。あ、そうだね。ってことは5日の日はデート入れない方がいいってことか。 OK、 把握した。じゃああとはプレイヤーステータス、これさ、防御力、素早さ、攻撃力の上に、防御力だと学力と進行があるじゃないですか。この値によって防御力とか素早さとか攻撃力が変わるのかなって思ってるんだけど、その認識で合ってるかな。学力と進行の合計ではないと思うんだけど、その値によって防御力が上下するってことだと思うんだけどね。多分そうだよね。ちょっと進行を上げようか。進行をさ上げて防御力を30くらいにしたいね。 OK、 じゃあ進行だからこれか。やっと戦争か。この日を、首を長くして待ってたよ。5月祭イベントがある。あー、なんかあったな。ジョアンじゃない、あ、ジョアンはいないのか。もちろんライズ。ゴンブトはライズに声をかけた、偶然を装って。あら、そうです、ゴンブトはライズを誘った。5月さん行くんでしょ、ライズさん。だから聞いたんじゃないの。ライズさん右腕太いっすね。太くね、そんなことないかな。おい、ふざけんなよ。ちょっと待って。ほら、そこのお兄さん、桜って桜。なに。ゴンブトは無理やり見物させられた。え、ぼっちなの？またこれか。これ飛ばせねえんだよな。あ、違う。なんか違うやつだ。張り切って行ってみよう。花嫁コンテスト。グレイやんけ。地球外生命体やんけ。お次はエクレアさん。はい。ババアやんけ。ソウリュウやんけ。ババアやんけ。かわいいやんけ。かわいいやんけ。ロベリンゲちゃんやんけ。誰花嫁にしたいって。投票お願いいたします。の中だったらロベリンゲちゃんしかないよね。これあれどうすんのこれ。あ、こう動かすのか。ロベリンゲちゃん君に決めた。これすごいね、マウスみたい。あ全員投票されたようです。ちょっと待って、知らん子に投票してしまった。ごめんロベリンゲちゃん、間違えた。俺のコントローラーが敏感なばっかりに。ババアに取られた。
この方ですって言われても名前が出てこねえよ。どっちのババアがどっちでどっちのババアだったかわかんねえって。なんだそのポーズ支配者のポーズみたいなしてるな。うわーこれは嫌だ。ちょっと待って、こんなはずではなかったんです。ライズがさ一緒に来てくれれば。あちょっと戦争とかそれどころじゃねえから、俺ロードするから。ちょっと待って、リセットすればいいのか。ちょリセットすんね。やり直せばさ来てくれるかな。そういう問題じゃない？根本的に俺が嫌われてるとかだったらやり直しても意味がないと思うんだけど、そんなことないよね。ハート3つだもんね。ようやっと来たね。君のこと待ってたんだよ。ふん。進行やってたでしょ。進行やります。これは飛ばしてよしとして、で5月祭。はい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 。うい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 はい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 。ライス頼む、来てくれ、一緒に花嫁コンテストに出よう。ライズを誘った、よし。なんで断ったし一回。そういうプレーなの、そういうテクニックなの。一旦引いてみるってやつか。応答テクニックやな。え、これ花嫁コンテストでしょ。俺が参加したら花婿コンテストになっちゃう。はい、そこのお兄さん、見えてたないからこっち来て。本部とは強制的に参加させられた。え、あ、桜やるんじゃないの。さっきと内容が違う気がする。あ、男バージョンになってる。女の子と回った時は花婿コンテストになるのかな。あ、ナイスガイコンテストか。前も見たなこれ。これアピールになってんのかいまいちよくわかんないんだけどね。フラフープあんまり長くできてないし。去年と出場者一緒やんけ、全く変わってないじゃん。今回はどうかな。頼む、俺をナイス、おーナイスガイにしてくれよ。ナイスガイ、去年こいつだったっけ、なんか大食いのやつが優勝した気がするな。もうどうでもいいよ、リアルでは俺がナイスガイだから。惜しかったのかな。惜しいとかあんのそもそも。1位2位とか決めてた、あれナイスガイを決めるコンテストだったんだけど、惜しいとかあったのかな。楽しかった。はい、ありがとうございます。さあこれで心置きなく戦場に行けますね。はい、レベルアップしておきてえなね。レベルアップしときたいよね。レベルアップできないかなこの状態で。バイト行けば経験値いっぱいくれるような予感。礼拝堂とか行ってみる。あ、ちょっと足んなかったね。しゃあないね。一応セーブしといた方がいいかな。一応セーブしとくか。完封してくるわ。第二次ダナン派兵が行われる。現在バルファーバーラハリアン、読みづらいな、バーバリアンって読むかは、いや、離反したプロキ、離反した、違反した、背反した、わからん、プロキア軍を牽制すべく国境線へ主力が向かっており、ダナンに残留するのは少数の第4団体ボランキオ隊のみである。ドルファン側にとってまさに典型といえる好機であった。あれ離反でいいんだよね確かね。さあ来い。真ん中弓兵下騎兵だったね。
これどういう順番だっけ。真ん中が弓兵で騎兵でしょ。弓兵に対しては歩兵だから、こうするよ。歩兵をここに持ってきて、一番下が騎兵だったから下弓兵でいいよね。ってことは上が歩兵か、一番上が。これで合ってると思うんだけど、騎兵これでいいよね。あ、合ってた？あ、合ってるよね。オッケー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 、完璧だ。あんまりリールが動かなかったからね、1回転くらいしかしなかったから分かりやすかったよ。よし、どれか1つさえ追ってれば。お、これも簡単だな。騎兵が一番下にいて歩兵が一番上にいるよね。ってことは騎兵を上にやって、で、ちょっと待って、まだ帰る。歩兵に対して、歩兵が一、あ、なんだっけあれ忘れちゃった。一番上に歩兵がいたんだよね。だから俺は騎兵を持ってきたんだよ。 この後は、あ、やばい、ちょっと待って、喋りながらやってるとさ、覚えてる内容が端から飛んでくんだよね歩兵がこの位置にいたかな。歩兵一番下にいたんじゃないかなと思うから、歩兵が、違う、歩兵は一番上に、あ、もう分からんちょっと待って、わからんなってきた。歩兵は弓兵に対して強いんだから、弓兵真ん中かな。こうしよう。ちょっと待って、合ってる。あー、間違えた。もう弱点にぶつけちゃったじゃん。最悪だわ。これはいいけどさ、まだこの後は勝ってるけど。わあ、パーフェクトゲームにできたのにな。ちょっと待って、弓兵、騎兵が一番上に行って弓兵が一番下に行ったよね。騎兵一番上、弓兵、騎歩ゆ、あ、これでいいんだ。これでいいよね。キッホーユーでしょ。キッホーユー。ほほほほ。オッケー。こうやって覚えればいいんだよ。あー、くそー。さ、2戦目のやつが悔やまれるな。これ全滅できたんじゃない？全部さ、合ってれば。うわー。全滅させてやりたかった。くそ。勝ったからいいけどね。ヤング55先輩が指揮してた時はさ、難しかった気がするんだけど。立木さんか、これ。立木さんじゃないか。誰だっけな、声がわかんない。ライナーの、お前まだ残っていたのか。エレインハンだぞ。立木さんじゃないわ。江川久夫さんだよね。スターフォックスのファルコ・ランバルディとか、桜大戦の白銀の羅刹とか、電光超人グリッドマンの忍者怪獣シノビラーとかやってた声優さんだよね。たとえお前であろうとも切る。なんか敵を目の前にして盛り上がってんな、こいつら。分かったわ。生きて戻って、ナルト。死亡フラグやぞ、それ。うおじゃねえし。どのボランキオの視線に花を添える者はおらぬか。我が斧の切れ足、試す度胸のあるやつは出てこい。斧って切る武器じゃなくて叩き潰す武器な気がするんだけど。まあいいか、そんな細かいことは。ぶっ殺してやる。
俺も2つな欲しいな。なんか先行の吉彦とかさ、だって今見習い気候士の吉彦でしょ。うわっ、くっそ強吉彦強い。うわ、同じくらいの強さか。やるな、ボラキノール。しかし鎧がな、兵卒っぽいな。もうちょっとかっこいい鎧が欲しいな。ゴールドとかさ。もう防御捨てる。余裕でしょ、人間相手なら。虎と熊に勝ったんだぞ。人間がなんだ。お、来た。何が起きてんのか全然。うわ、すげえ食らった。半分持ってかれた。あ、弱っごめんね、強くってさ。これで妻と子のもとへ。おい、そういう散り際のセリフはやめろよ。俺が悪者みてえじゃねえか。ゴムトは不動のボランキオを討ち取った。敵将を討ち取ったりー。ダナンにおける攻防戦は兵数において勝ったドルファンガーの勝利に終わった。これにより占領下にあったダナンはドルファンの手に戻ったが、しかしダナンを統括するベルシスケはドルファン騎士団の駐屯を拒絶する。憂いの種は未だ尽きない。いやー、討ち取ってしまったよ、私が。この私がね、一騎打ちに勝利したの評価が。おお、すごいね。着々と出世街道を、お、上昇無敗になった。すごい、着々と出世街道を登ってってるよ。よしよしよし、いいじゃないの。じゃあこの勢いでライズちゃんをデートに誘うか。おっすおっす。相変わらずストーカーじみたモノローグしてんな。何かしら。5月12日でしょ。19日はダメなんですよ、家庭教師の日だから。12日もう誘えるかな。あ、そっか、今いる場所しかダメなんだ。実はですね、知人の見つめて1000人より情報をもらってまして、デートイベントに関してだけ発生条件を教えてもらいました。いやー、ありがたいね。持つべきものは1000人だね。それによると、27年の4月7日から9月30日の間に、どこだっけ、ここだ、銀月の塔、ここに行くとイベントが発生するみたいです。行こうぜ。オッケー。そろそろ行く。はい、さよなら。まあね、前回ね、ライズタン攻略と言いながらロベリンゲちゃんのイベントしか起きてなかったからね、ちょっと由々しき事態だったんで、仙人にね、それとなく聞いてみたんだけどね。まあ教えてくれたね、彼はね。俺にとって最高の知人だ。セリナリバーでデートならゴンドラで。あ、なんかこういうのもあんだ。これ行ってみようか。そういえばなんか、これに、セリナリバー駅についてもイベントがあるみたいなこともらってたな。時期過ぎてるけど、ちょっと今じゃないみたいだけどね。プレイヤーステータス。お、いいね。じゃあ次は霊峰を上げて、あ、魅力結構高いんだな。魅力40までしとくか。ウィークリートピックスは？おう、これ俺が解放したんやで。感謝しなさい。じゃあね、霊峰をや、ちょっと休もうかな。ちょっと休もうか。まあ、戦争間際になったら休暇を取ればいい気がするけどね。今は別、ん？誰かが怒っているようです。またか。どうせロベリンゲちゃんやんでしょ。これさ、デート誘ってあげないと怒りは解除されないのかな。誕生日プレゼントあげたら問題ないのかなと思ってたんだけど、どうなんですかね。はい、怒ってる人いっぱいいる気がするんだけどね。不安が
不安が募ってる人いっぱいいるし。さはーい、セイラ様がお待ちからです。この子との仲もね、どんどん進展していってるんだけど、このまま家庭教師続けて大丈夫かな。先生、おはようございます。声も可愛いなー、セイラちゃんは。このゲームに出てくる女の子の声優さんみんな可愛いよね、声が。では先生、よろしくお願いします。デザインもね、今でも全然通用すると思うよ、キャラデザ。先生、質問があるんですけど。何残暑、なぜ太陽は東から昇るんですか。神が決めたことだ。私が神だ。太陽が地球の周りを回っているから、地球が西から東へ回転してるから。そんなのは太陽の勝手だからまあ太陽の勝手なんだろうけどさ、太陽がね、地球の周りをね回ってるんだよ。私、地動説で知ってます。地球が太陽の周りを回っているんです。え、俺なんつった。ごめん、ちょっと待って、俺間違えた今あれ間違えたか今。普通に俺天動説唱えちゃった。ガリレオに反旗翻しちゃった俺。あれ、すいません、ちょっと気分が、はい、やべえ、地動説否定派とは机を並べられねえっていう顔してる。では先生、また来月もよろしくお願いしますね。ごめんなさいね、あの地動説を唱える派は異端だと思っている時代に生まれたものでちょっと待って、間違えたか今。普通に俺地動説を唱えたつもりだったんだけど、あれおかしいな。あれれ、礼法やってたんだっけ。ちょっと、あ、間違えた、馬術やっちゃった。まあいいか。ここにロベリンゲちゃんがいるってことは、ロベリンゲちゃんが怒ってるわけじゃないのかな。今日はデートの日だね。そうだね、よし行くぜ。誰が邪魔しに来ても俺はそいつを袖にする。ちょうどライズもやってきたところだ。よし、こんにちは。こんにちは。じゃあ行きましょう。ここでね、イベントがあるって聞いたんですけど。こうして改めて見るとドルファは美しい街ね。そうだね。はっ、来た。これ美しい。何か考え事をしているね。ライズの横顔は少し寂しげに見える。故郷を追われた人間が再び故郷を目指すとき、憎しみしかないのかしら。ライズちゃんは故郷を追われてここに来たの？なんだこれ、すごい気になること言ってった。伏線張ってった。ライズはそうつぶやくと一人で階段を降りていってしまった。あの伏線はちゃんと回収されるんですかね伏線に厳しい2期だから俺。なんだろう、すげえ気になるな。ライズのイベント進めていけばわかるんだろうけどね。バイトしよう。なんかいいやつ。なんかいいやつってなんだ墓盛りとかやってみる。これ何、あ、戻るか。なんかゴーストと戦ってんのかあれ。スポーツの祭典です、運動会。そうだ、前回誰が来てるのかな。なんかなんだっけ、あのと走ってナイトとかいうのやったんだっけ。じゃあライズちゃんでお願いします。あれ、祭典行くのかしら。その通りです。頼むぞ、頼む。いい、よし。そんな暇などないのだって言われたらどうしようかと思った。それじゃ行きましょう。帰ってゲームするぜ。どの種目を行えますか。前回はねこれやったんだよね、走ってないと。ハードラックとダンスっちまう結果になったんだけど、他の種目壊してないと。なんかさ、連打するやつない？巻き割ってないと、持ち上げてないと。4つか。これなんだろうね。見たけら見せてやるよ。粉砕、玉砕、大喝采よな。ま、お、来た。連打でパワーを貯める。制限時間内でパワーゲージを貯めて
鎧を壊して、ね、成功すると次の鎧が出てくるよ。ゲージを貯めきれないとそこまでだからね。何体までいけるか勝負だよ。誰とああなるほど、あれかスト2のボーナスステージってことか。ちょっと待って、コントローラーをワイヤレス状態にして、この状態ならちょっとマイクを端に受けて連打の体勢に入るから俺。いいぞ。おーよし、うわっさい、まだいけるか。あ、やべ、全然止まってね。腹筋が痛い。あ、痛い痛い。ちょっと待って、腹筋がつった。腹筋がつった。痛い。レベルアップ上がった。よっしゃ。ねえねえ、はい、手紙が来てるの。誰だろう。ちょっとそろそろやめたい。負傷しちゃったんだけど、ゲームしながら。旗市場。あ、この人あれだ、ボラギノールさんと一緒にした人、いた人だ。綺麗に決闘を申し込みたい。本日神殿跡にて待つ。くそ、腹筋が今崩壊してる状態で、この野郎。確かバルファ・バラハリアン発揮賞の一人だよ。お前よくバルファ・バラハリアンって言えるな。未だに言えねえぞ俺。どうするの。ぶっ殺してやる。それじゃあ神殿跡へレッツゴー楽しそうやなお前。命がけの勝負に相棒が挑もうとしてるのによ。レリックス地区に点在する遺跡群は全てトルキア壁以前のものである。この神殿遺跡もその一つである。よく来たな。むしろこっちのセリフだよそれ。お前敵国によく入れたな単身で。私はバルファバラハリア発揮賞の人、表演のライナノー敵国の将軍がさ、人ん家のポストに果たし状入れた後に、なんつうの、観光地で待ち伏せするってさ、よくここまでできたね。うちの国警備ボロボロなのかな。軍団を飛び出し、こうして貴様の前に立って。軍団って聞くとなんか武士軍団が思い浮かぶ。もはや私に戻る場所はない。ただ願うは購買ボランティアの無念を晴らすことのみ。あいつ結構満足して行ってったよ。無念だとは思ってなさそうだったけど。愛した人の敵を撃つのみ。え、愛人だったの。妻、あ、妻はいないのか。孤児か。妻と娘、娘ってか子供は死んでるのか。ああ、そういう仲だったんだやっぱり。いざ尋常に勝負。じゃあ愛した人のところに行くがよい。勝負を受ける。戦略的撤退を図る。やるぜ。連戦とはな、あまり HP 回復できてないんだけど。あ、でも300あるか。よかったよかった。事前に寝ておいて。あ、しかも全、うわ、くそ、早え。表炎のライナロール。攻撃力はそんなでもないけど、動きが早いのか。防御の構えを取ってる。よし。結構ゲージ溜まるの早くできたね。おら、絶対この人の必殺連打系でしょ。回転剣舞6連みたいな。またガードしてんのか。お、必殺。なんか言えよ。ああ、なるほどね、そういう技か。そんな強くないけど
ボラギノールとどっこいどっこいだぞ。また必殺使ってくる？防御しとこうか。あ、そんなことはなかった。さよなら、ライナロール。貴様の勝ちだ。さあ殺せ。そういうタイプの人？これはどっちなの？ライズとの話でしょ？ライズのイベントで、このなんか8機長全部倒せって言われてんだけど、とどめを刺すと見逃してやるについては別に何も言われてないんだよね。見逃してやるよ。なんだ、めんどくせえな。俺の見えないところで滑覆でも何でもしてくださいよ。あ、その声はジョアン。お前、漁夫の利を得ようとしてんな。この獲物は僕がいただ。モラども、この敵兵を軍本部へ連行しろ。お前エロいことするつもりなんだろう。ちょっと待て、参加させろ。ほら、とっとと歩け。ああ、悪そうな奴ら大体友達。貴様ら、覚えておけ。ああ、これはクッコロ。クッコロやで、これ。貴様らに明日はない。黙って歩け。殺してあげた方が良かったのかな。私、あなたの敵を見てなかった。これはちょっと選択肢ミスったかもしれん。除名したのでゴンブ騎士としての評価があったんだ。じゃあジョアンは騎士としての評価ダダ下がりやんねえ。おお、すごいね、これ将軍だね。もうね、将軍と言ってもいいんじゃないですか。よし、これで白騎将は何人倒した？3人倒したのか。まだ5人いるのか。先は長えな。3年間でそんなに戦うかな。わかんないけど。はい、ではまた次回よろしくお願いします。お疲れ様です。